どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、ジェラード 301EWX 経年変化9ヶ月目の色落ち報告になります。毎度色落ち報告動画ご覧いただきありがとうございます。9ヶ月目に入りましたので、本日も報告していきたいと思います。ラインナップはこんな感じです。いつもと変わらずなんですが、まあ、細かい色落ちをご覧いただいてから1パターンコーデをお届けしたいと思いますので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。さあ早速9ヶ月目の夜市見ていきましょう。こんな感じです。はい、今月もですね、洗濯1回しましたので、トータルで6回、洗濯をしたことになります。やっぱりね、洗濯をすると変わりますねということがすごく実感できた、9ヶ月目だと思います。全体的にやっぱりこう濃淡がね出てきたかなというふうに思います。かなりね当たりも出てきていると思うんですけど、どうでしょうか。今ねこう見てもらってると思うんですけど、腰回りとか、まあね1ヶ月ごとに微妙な変化ではあると思いますけども、やっぱ洗濯回数を重ねるたびに、やっぱりフェードっていうのはするなっていうのは感じますね。やっと、まあ、しぶといしぶといっていう風に言ってきましたけども、私の場合は9ヶ月目にして、まあ、多少の変化、洗濯を6回することで、変化が出てきていると思います。はい。で、着用頻度は、まあ、週6とか、週7の週もあるんで、まあ、ほぼ毎日って言っていいと思います。やっぱ履いてる時間はやっぱ8時間から10時間ぐらいで、まあ、仕事の時っていうのはそんな感じです。はい。どうでしょうか。先月だとね、下がりヒゲがあまり出てないっていうふうに言っていたんですけども、左側の、もも付近、下がりヒゲ、出てきてますね。どうでしょう。3本ぐらい出てきてるのかな。わかりますかね。ポンポンポンと出てきていると思うんですけども。で一方ね、右側っていうのは、まあ、そこまで出てないのかなっていう感じがします。まあ、本当ね、あんま別に特別、ものすごい動いてるわけでもないですし、こういう動きをしてますって、なんか特徴的な動きをしてるっていうのは特にないんで、本当に普段履いてるだけなので、ね、すんごい、ものすごいなんか、ガシャガシャっていうような色落ちを見せてるようではないんですけども、ね、徐々に変わってきてるなっていうのは感じますね。あとはやっぱりこう、膝付近。膝と、まあ、左ももの縦落ちの具合とかもうっすら出てきている気がします。ね、すね付近の、色とやっぱももあたりのもも付近の色っていうのは全然濃淡が違うんで、ね、やっと色落ちしてきてるなっていう感じがしますね。まあ、何度も言っちゃいますけど、しぶといしぶといって言ってたので、ここか9ヶ月目かっていう感じですね。ね、すごくいい色しているんじゃないかなっていうふうに思います。アウトシームのところとかも見てほしいんですけど、ね、いい感じの凹凸、形出てきているんじゃないでしょうか。ね、いいな。良くなってきてますね。いい感じのこの濃さ。ね、染色回数が多い分に濃さが残りつつも、やっぱり、ね、白いところっていうのが出てきてるんで、こうくっきりと濃淡が出るなっていう、まあ、色落ちを見せているのかなと思いますね。あとは細かいところね、こういうシワの生地が寄ってる部分でシワになってるところ、ウエスト付近とかそういったところのね、この凹凸感が何とも言えないですね。かっこいいですね、このうねりというかねじれというか、うん、かっこよくなってきてると思います。で、裾は、まあ、普段からこのダブルターンアップしてるんで、まあ、こんな感じです。うん。パッカリングはね、まあ、ほんと変わらずっていう感じなので、まあ、少しお届けできたらなっていう感じですかね。はい。そんな感じで、続いてちょっと後ろ行ってみましょう。はい、続いては後ろです。こんな感じです。
はい。どうでしょうか。あ、ちなみに私、洗濯方法は水洗いです。前回とかはウェアハウスのナノコロイドっていう洗剤を使ってたんですけども、今回ね、水洗いでやってます。そして乾燥機をかけたり、かけなかったりっていう感じで乾かしたりしてます。なので、乾燥機かけた時はね、このパッチの縮みが少しね、こう出たかなっていうところもあったりします。で、全体的なところは見てもらったと思うんで、まあ、お尻付近から行くんですけど、どうでしょうか。うん。もう色落ちしてきてますね。私のお尻の形の、色落ちがね、かなり出てきているのではないかなっていうふうに思います。まあ、あと特徴的なのがやっぱこの、あれですよね。黒タグのポケットの特徴って、この上の、ここですね、ここ。なんて言えばいいんだろう、ポケットの、上部のところの、ステッチ2本あるところの下の部分の、この色落ち。ここが、実際のヴィンテージにも見られた色落ちだったらしく、まあ、そこら辺も再現してるので、見事ね、出てきてますね。これ、うん。ジェラードさんの狙い通りなのではないかなと思います。うん、すごいいいですね。とてもかっこよくなってきているのではないでしょうか。いい当たりが出てきてます。はい。まあ、今ね、全体的に見てもらってると思うんですけど、どうですか？8ヶ月目をこう覚えてくれてる方、どうですかね？ 9 ヶ月目、多少変化がありましたかね？どうでしょうか？はい。あとは裏ももと、蜂の巣に関しては、まあ、そこまで変わってないのかな？ここは。どうでしょうか？なんかね、蜂の巣出てこないっすね。30インチ私履いてるんですけど、割とサイズはジャスト目、タイト目っていう、感覚で履いてるんですけど、今回はあまり蜂の巣、目立たないですね。うっすら出てるけど、やっぱここら辺も染色回数の多さの影響もあるのか、なかなかね、しぶとさを感じるところではあるのかなと思います。うん、後ろはやっぱお尻付近が良くなってきてるな、本当にね。もう一回見せちゃってますけど、お尻付近のこのフェード色落ち感がね、ね、奥行きがあるなって感じがしますね。伝わってますかね、映像越しで伝わってるといいんですけど、まあ、こんな感じでございます。はい、そんな感じでですね、まあ、細かい色地を見ていただいたんです、いただいたんですけども、どうでしたでしょうか。続いてはですね、このジーパンを使ったコーデを1パターンお届けしたいと思います。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。色落ちいかがだったでしょうか。残すところあと3ヶ月になるんですけども、まあ、ちょっと最近ですね、更新頻度が、多く出せてないっていうのもあり、なかなかね、出すタイミングっていうのが、つかめてないんですけども、ちょっとね、間が空いちゃって申し訳ないんですが、3ヶ月間あと残り、発揮していきたいと思いますので、ぜひね、チェックしていただけたらなと思います。まあ、このあたりからですね、僕は普通に洗濯とかガンガンしていくと思うんで、まあ、また変化
見られるのではないかなというふうに僕は勝手に思ってます。はい。ですので、10ヶ月目も楽しみにしていただければと思います。はい。そんな感じで本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。